6月23日北海道インター、選手インタビューです。お名前を教えてください。はい、八谷和樹と皆川まどかです。ありがとうございます。今日のダンスの意気込みなどありましたら教えてください。はい、そうですね、先日行われました日本インターに向けて、海外留学も通して、レベルアップをしてきたので、今日の北海道インターも、皆さんの北海道民の皆さんを、楽しませられるように頑張って踊りますので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。何か北海道で美味しいものを食べました？まだ食べてないですね。これから焼肉だけ。あ、でも焼肉食べましたね。あ、なるほど。北海道何でも美味しいからね。何でも美味しいですから、まあ、今日しっかりね踊り切ってから、はい、ちょっと美味しいもの先生か誰かに、はい、どうなろうかなと思ってます。最後に、はい、せっかくなんで先生の地元の先生の生徒様に、はい、一言ぜひ。そうですね、もう海外留学からしばらくお休みをいただいているので、しっかりね帰った時にはレッスン頑張るので少々お待ちください。そういうことなんです。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お名前お願いします。二つ森ポールダンスアカデミー所属の鈴木隼人とダンスブラン原宿所属の高橋夏美です。はい、昨日は何を食べましたか？昨日はビクトリアでハンバーグを食べました。あ、お腹いっぱいになりましたか？はい、美味しかったです。はい、では、応援してくれている生徒さんに一言お願いいたします。はい、いつも応援してくださってありがとうございます。今日も北海道の地で全力で頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ではお名前を教えてください。はい、西武ダンスリゾート中村の所属の川東慎太郎と申します。はい、今マリナです。ぜひ本日のご自分の踊りのもしセールスソムイットありましたら。まあまだプロになって1年目になってるんで、まあ、ちょっとフレッシュさというか、まあ、若さらしさをちょっと2人で出せればいいかなと思います。ありがとうございます。何か北海道で美味しいものを食べました？ジンギスカンを食べました。なるほど。最後にぜひよかったら地元のご自分の生徒様に一言何か。まあ、大阪と北海道でかなり離れてるんですけど、そこからの声援もしっかり受けつつ自分たちのエネルギーに変えて踊っていきたいと思うので、また応援よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ドリン・プレカウツァのマリナ・セルゲイヴァ、ダンスで自分たちのアピールポイントを教えてください。What is your selling point of your dancing? Appealing point. What is most important for you? Of course, music, men and women dancing together. 音楽と男性女性が一緒に踊るということが一番大事です。はい、ありがとうございます。昨日夜食べたいいコケ。大丈夫です。What did you eat last night?Watermelon, yellow melon, tomatoes. All sorts of fruits. Fruits and vegetables. メロンとトマトとすべて野菜と果物です。ベジタリアンなんですね。ベジタリアン、okay. Because the fruits and and vegetables are very fresh in Japan, so we're always happy to have them, especially here in.Oh yes. 特に北海道は野菜と果物が新鮮なのですごく美味しいです。はい、じゃあ最後ファンの一言に一言はない。はい、では Thank you very much. 頑張ってください。ありがとうございました。 Thank you. Thank you. はい、北海道インターナショナルダンス選手権大会選手インタビューです。お名前を教えてください。はい、東部から来ました中村浩樹と大塩かすみです。はい、ご自分たちの、今日の意気込みありましたら教えてください。はい、決勝に入ってできるだけいい順位をもらいたいと思います。はい、皆さんにいい踊りを見せれるように会場を盛り上げられるように頑張りたいと思います。昨日何か北海道で美味しいものを食べました？まだ食べました。ジンギスカン食べました。美味しかったです。北海道は何を食べても美味しいのでいつも楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、最後に地元のご自分たちの生徒さんに向かって一言。はい、東京から多分皆さん応援されてると思うので頑張ります。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。
ではお名前お願いします。はい、宮内俊介と尾崎沙織です。はい、昨日の夜は何を食べましたか？2人とも北海道産和牛 100% のハンバーグを食べました。美味しかったですか？美味しかったです。良かったです。はい、今日のあのダンスのアピールポイント、見てほしいところがあったら教えてください。やっぱり海外でたくさん鍛錬してきたので、そこで鍛えたことを一つでも二つでも、来てくださっている皆さんにお見せできたら幸いです。はい、あ、じゃああと最後に、東京の生徒さんに、はい、一言お願いします。応援ありがとうございます。生徒さんがみんなが応援してくれるから私たち頑張ります。今日も頑張ります。いい報告持って帰ります。はい、ありがとうございました。頑張ってください。はい、それではお名前を教えてください。はい、皆さんいつもありがとうございます。中島浩一と奥山智美です。はい、さあここまで踊り終えてどうでしょう、はい、ご感想などを。はい、まずはですね、僕たち北海道がすごい大好きなので、また今年も、この時期にですね、北海道インターでやられてまず幸せなんですけども、先日、土曜日にですね日本インターがありまして、自分たち的にはすごく幸せな瞬間を、過ごすことができました。また今日もですね引き続き充実した、ダンスを、ね、皆さんにお届けして、楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。はい、何か。はい、温かい北海道のお客様がすごく大好きで、いつも盛り上げてくださるので、心から感謝の気持ちでいっぱいで踊らせていただいてます。引き続き頑張りますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。何か北海道で美味しいものを食べました？今日です、ね、試合終わってから、終わってから、ちょっと楽しみたいと思います。はい、はい、まだ最後にぜひ地元 の、はい、応援してくださる生徒様に、はい、一声お声かけをお願いします。はいはい、そうですね、僕たちの千葉、そして東京なんですけども、いつもですね、本当に、いつもね、もうそうです、はい、はい、応援してくださる方々のおかげでこうして踊ることができてます。はい、心から感謝してます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではお名前お願いします。はい、桑原ダンススクールの竹内博文と中島優子です。はい、昨日の夜は何を食べましたか？イクラ丼、ウニイクラ丼。あ、じゃあ北海道の海の幸を堪能しました。はい、美味しかったですね。あ、ホタテ、あとジェラート、あとプラスでご飯を楽しみました。今日はもうエネルギーが満ち溢れてますね。はい、自分たちのダンスでここは見てほしいというところがあったら一言お願いします。自分たちのダンスは今自分たちができるベストを尽くしているので、見ている人、見ている人が好きに見てください。そうだね、はい、好きに見てください。はい、はい、では、応援してくださっている生徒さん方へメッセージをお願いします。はい、今ただいま竹内組は北海道にいます。だいぶ出身地の、そう、出身の北海道なんですけど、ちょっとまだ留守を続けて、ね、あまり生徒さんに会えてないんですけど、頑張っていきますので応援よろしくお願いします。お願いします。はい、では頑張ってください。どうもありがとうございました。はい、それではスタンダード編参ります。お名前を教えてください。はい、東部霊柩の松本と横山香織と言います。ありがとうございます。今日の自分たちのダンス、ぜひここを見てほしいなどありましたら教えてください。はい、自分たちは、2人とも、背があってこう、パワーのあるダンスを自分たちでは、得意としているので、そこを見ていただけたらなと思ってます。はい、何か昨日北海道で美味しいものを食べました？味噌ラーメンいただきました。味噌ラーメンいただきました。美味しかったです。すごい美味しかったです。ありがとうございます。じゃあ最後にぜひ地元 の、 応援してくださる自分たちの生徒さんに向けて一言お願いいたします。はい、いつも
応援してくださってありがとうございます。これからも頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。松本香織組をよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあお名前お願いします。はい、福田雄一です。エリザベスグレイです。はい、昨日の夜は何を食べましたか。もちろんお寿司です。お寿司、はい、美味しかったですか。もうすごく美味しかったです。あ、よかったです。決まって食べるのは縁側です。海道に来たら私は縁側が大好きです。僕も縁側大好きです。美味しいですよね。はい、ではあの自分たちのダンスで、ここを見てほしいというポイントを教えてください。はい、僕はもう手の先から足の先まで全て見てほしいです。はい、はい、特にエリザベスを見てほしいと。はい、そうですね。まあ見てると思いますけど。はい、ミュージカリティとあと福田先生の爪先の先まで伸びてるところをぜひ見てほしいです。はい、それでは、応援してくださっている生徒さんに一言お願いします。はい、今北海道です。頑張って表彰台で一番高いところを目指す。応援よろしくお願いします。今日もたくさんの北海道の皆さんの応援を受けて楽しく踊ってます。いつもありがとうございます。頑張ります。はい、では頑張ってください。ありがとうございました。はい、はい、それではお名前を教えてください。西部総局所属の、島田博隆と村松明香です。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひあの今日の意気込みセールスポイントがありましたら教えてください。あ、そうですね、5月の間ずっと、イタリア と、そしてロンドンと、ダンスの、修行に行ってきまして、でいろいろ海外の選手と交えて練習しながら、いろんな偉大な、コーチャーの先生たちのレクチャーを受けて、なんか全てを吸収して帰ってきたつもりです。なので、まあ、それを全部あのインプルーブして、とりあえずここを練習だと思って、あの全力で踊りたいと思います。ありがとうございます。何か北海道で美味しいものを食べましたか。昨日ついてから味噌ラーメン食べました。味噌ラーメン味噌ラーメン大好物なので味噌ラーメン食べました。リーダーは海鮮が大好きなので帰りは、ね、空港で海鮮丼か何かお寿司を食って帰りたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、 あの最後にぜひあの地元 の、 あのご自分の生徒様に向けて何か一言おぜひ。では、大阪にお住まいの、島田村松さんの皆様、ここは北海道におります。最北端の地から、熱いダンスを、しておりますので、あさっての大阪インターナショナルダンス選手権も、皆さんの声援をお待ちしています。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。それではお名前お願いします。はい、東京から来ました若城慎です。辰巳ゆりあです。はい、昨日の夜は何を食べましたか。毎年行っているお寿司屋さんで美味しいお寿司をたくさん食べてきました。アスパラ食べました。はい、美味しかったですか。とても美味しかったです。はい、自分たちのダンスで、ここは見てほしいアピールポイントを教えてください。はい、我々の師匠が、アンドレア・ギジャレリサラ・ギジャレリ組なので、彼らから今回1ヶ月留学をしてエナジーをすごくもらってエネルギッシュに今日は踊れていると思うのでそこがアピールポイントになります。それでは応援してくださっている生徒さんに一言お願いします。はい、皆さん本当に声援が我々の力になりますのでもっと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 応援よろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございます。はい、では頑張ってください。ありがとうございました。はい、ではお名前を教えてください。財団中部の二宮と寺西です。ありがとうございます。ぜひあの今日の意気込み教えてください。意気込み、ファイナルに残れるように頑張っていきたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。何か美味しいものを北海道で食べました。美味しいもの昨日はステーキを食べました。じゃあ最後にぜひあの地元のご自分たちの生徒様に向けてぜひ一言。見てますか。北海道で頑張ってます。また応援を、ね、お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ではお名前を教えてください。東京のあの、東京の、西岡ダンススクールの伊崎健人と伊崎沙織です。はい、本日の自分たちのダンスぜひここは見てほしいというところぜひ教えてください。
まあ、ベテランのなせる技といいますか安定感のようなものを売りにしております。ありがとうございます。何か北海道美味しいもの食べてます今回？昨日はあのスープカレーをいただきました。はい、もちろん今日はあのジンギスカンいただいて帰りたいと思います。はい、最後なんですけど、ぜひ地元の自分たちの生徒さんに一言お願いします。今回あの長らくあのブラックプールからずっと続いて、2ヶ月ぐらいずっと留守にしてるんですけれども、頑張りますので待っててください。今日も頑張ります。ありがとうございました。頑張ってください。はい、ではお願いいたします。まずお名前を教えてください。影山優希です。和田優香です。はい、今日の意気込み、もしくはあのダンスの自分たちの今のセールスポイントを教えてください。今日の意気込み、おとといの名古屋インターでファイナルに入れたので、まあ、今日もできればファイナル入って少しの順位が上げられるような踊りができればいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。何かこちらで美味しいものを何か食べました？まだ。あ、僕はホテルの前にジンギスカンがあったので、はい、もう早速美味しかったです。私はスープカレー、野菜すごい美味しかったです。はい、ありがとうございます。最後にぜひあのご自分の地元の生徒さんに向けて一言。今北海道で頑張っているので皆さんそちらで応援よろしくお願いします。頑張ります。はい、ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ではお名前お願いします。佐藤尾宮ダンススクールの大西渡ると。大西ひかるです。はい、昨日の夜は何を食べましたか？昨日の夜はパスタを。パスタ、ナポリタン。ナポリタン大盛りで。大盛りで。あ、じゃあもう今日は元気もりもりですね。はい、もりもりです。はい、自分たちのダンスで、ここは見てほしいっていうアピールポイントを教えてください。はい、僕たちの、まあ、持ち味は、まあ、大きなムーブメントと、あと最近は特に音楽性、ミュージカリティを意識していますので、そちらを楽しんでいただけたらと思います。はい。はい、それでは応援してくださっている生徒さんに一言お願いします。精一杯踊りますので、大西渡る力と大声で応援してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では頑張ってください。ありがとうございました。踊っていただきましょう。